目をつぶると、自分の課題や重要な動きが見えてくる。ヤクルトや日本ハムで投手としてプレーした増渕達義さんが8日、野球育成技術向上プログラム、ターニングポイントのオンラインイベント、日本全国話題の野球塾から学ぶ5デイズ個人練習エキスポサポーティドバイフィールドフォースに出演。おすすめの練習として、目をつぶったシャドウピッチングと素振りを紹介した。 全国各地の野球塾が指導方針や練習法を語る個人練習エキスポは5夜連続で開催され4日目は埼玉県にある宝ベースボールアカデミー上尾校が登場した塾長を務める増渕さんは2006年の高校生ドラフト1巡目でヤクルトに指名され2015年まで現役を続けた増渕さんがスキルアップを目指す子どもたちに勧めるのは シャドウピッチングや素振りで目をつぶる練習だった。やり方はシンプルで、目をつぶって普段通りの動きをするだけ。それぞれ、10回を1セットほどで良いという。マスブチさんは次のように糸を説明した。目をつぶって体を動かすと、体の中での感覚やバランスを把握しやすくなります。自分の体がどのように動いて、どこで力が入っているのか確認できます。 重要なポイントを自分で分かっていれば、普段投げたり打ったりするときの感覚が作りやすくなります。目をつぶると、目を開けてシャドーピッチングや素振りをしたときよりもバランスを崩しやすい。より集中して体を操作する必要があり、力の抜き方や入れ方も確かめられるという。増渕さんはリラックスして力を抜いた状態で投げたり打ったりしないと、最後に力を出すときに伝わりづらくなります。 シャドウも素振りも、感覚を確認する目的で取り入れてもらいたいですと語った。イベントには、大阪桐蔭高で中田省内野手、現中日、と共にプレーし、現在は野球スクールを運営している生島ミネイタルさんがゲストで参加した。実際にバットを持ち、目を開けた時と目をつぶった時の素振りの違いを比較。増渕さんの指摘に共感した、全然感覚が違います。 目をつぶってスイングした時の方が骨盤の屈曲が浅いです。普段のスイングでは、軸足の骨盤をそこまで下げなくても良かったのかもしれません。目をつぶって素振りするときは、自分がバッターボックスに立ってマウンドからの投球をイメージすると実践につながると思います。イベントでは宝ベースボールアカデミー上尾校の他にも、熊本県にある野球とアジリティトレーニングに特化した野球塾、 どんぐりスポーツや佐賀県にある月謝不要のスクールケーストロングなども紹介された5夜連続のイベント最終日となる9日は通算176勝をマークした元オリックス星の信之さんが運営するアカデミーや全国制覇を成し遂げている関メディ・ベースボールスクールなどが登場する